ガラガラヘビってどうやって音を出すの？みんなこんにちは、ハテナくんだよ。ジージーって音を出して相手を脅かすヘビがいるよ。ガラガラヘビ。でもどうやって音を出しているんだろうね。今日はガラガラヘビくんにお話聞いてみたよ。おう、俺はガラガラヘビ。俺たちは尻尾を振って音を出すことができるのさ。え、俺たちが人を怖がらせるために音を出してるって？冗談じゃないよ。怖いのはこっちの方さ。俺たちだって人やバイソンみたいに大きい牛は怖い。できることなら会いたくないさ。だから尻尾をじいじい振ってこっちに近づかないように警告しているのさ。俺たちは脱皮した時に尻尾の先だけは取れないで残っているんだ。尻尾を振ることでこれが触れ合って音が出るってわけさね。逆に獲物を捕まえる時は音を出さないように気をつけて近づくんだ。そりゃそうだろう。音なんて出してたらせっかくの獲物に気づかれて逃げ出されちまうからな。まあそんなわけだ。じゃあまたな。今日のまとめ。ガラガラヘビは脱皮の後でも尻尾の先だけは殻が残っている。尻尾を振ることでこれが触れ合ってジージーと音を出すことができる。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。